昭和62年6月13日この日は日本プロ野球界にとって特別な日でした。広島カープ衣笠社長が大リーグルー・ゲリックの持つ2130連続試合出場記録を塗り替えたのです。おめでとう衣笠選手。昭和45年10月19日の巨人戦以来足掛け18年、カープのスコアボードには必ず衣笠の名前がありました。そしてグラウンドには衣笠の元気な姿がありました。そして中心バッターとしてチームを引っ張ってきた。しかし連続出場は衣笠にとって怪我とスランプとの戦いでした。衣笠が現役時代に綴った日記です。そこにはスランプに陥った時の苦悩が記されています。ホームランか三振か、豪快なバッティングが持ち味の衣笠は決して器用な選手ではありません。一度スランプに陥ると抜け出すのに長い時間がかかりました。そして衣笠は受けたデッドボールの数も群を抜いていました。波の選手だったら致命傷になりかねないデッドボールも持ち前の反射神経で切り抜けてきたのです。僕が入った頃やっぱりゲーム出られなかったから、で出たいっていう気持ちね、これをやっぱり未だに自分では持ってる、うん、で野球例えばやらないで家にこうじっと自分が例えばテレビでもチームがやってるテレビでも見てるとしたら、僕はもっと自分の心がもっと痛むだろうと、自分の喪失感っていうのかな、それがもっと出るだろう、でそういう思いはしたくない。昭和39年、衣笠は京都の平安高校から強肩強打のキャッチャーとして広島カープに入団します。どうですこの食べっぷり。若く勇ましい衣笠でしたが、プロの世界はそうそう甘いものではありませんでした。日本中から猛者が集まる中で、人より抜きんでたものが衣笠にはなかったのです。二軍に落ちた衣笠はすっかり自信をなくしてしまいました。そんな衣笠を根本監督を中心とした当時の若き首脳陣は徹底して鍛え直しました。とりわけ打撃コーチの関根純三の厳しさは並大抵ではありませんでした。ある晩、関根は泥酔して帰ってきた衣笠を一喝、部屋に入れずそのまま玄関の板の間で素振りを命じました。黙々と素振りを続ける衣笠、傍らでじっと見守る関根、それは3時間以上も続きました。汗いっぱいバーッとかきましてね、合宿のスイングするとこの板の間が水だらけになりましたからね、結構酔っ払ってましてね、怖かったですよ。いつあのバットがね抜けてくるかっていう、そのくらい怖かったことは確かです。俺にはフルスイングしかない、迷わずバットを振ること、それも中途半端ではなく力の限りスイング。衣笠はついに自分の形を見つけたのです。昭和45年10月19日の対巨人戦、この日が衣笠の連続試合出場の始まった日です。それから足掛け18年、内野手に転向し引退するまで衣笠のフルスイングは続きました。敵は己の中にあり、そう信じる衣笠に現役生活で一人だけライバルと認めた選手がいます。山本浩二です。同い年ながら大卒で華々しく入団してきた山本は衣笠にとって大きな刺激でした。山本はホームランと打率両方を稼げる天性の読みを持ったバッターでした。浩二に比べて俺は不器用だ、
思い切り振ることしかできない。それが俺のスタイルなんだ。衣笠が目指したのは全打席ホームラン。三振だってこれだけ豪快なら気持ちいいじゃありませんか。その数は1587。これはプロ野球記録です。いや、本当から言えばなんであんな振るんかと思いますよ。実際僕もなんでお前そんな振るのやと。もうちょっとこう力を抜いて振ればね、もっと打率も残せるし三振も少ない。まあ、彼はガンとして引かなかったですね。その固くなな気持ちこそが連続試合出場を支えたのです。プロ野球選手たるもの、頑固さも必要ということでしょう。昭和54年8月1日の広島巨人戦、この日衣笠は連続試合出場最大の危機にぶつかります。7回裏、広島の攻撃、バッターボックスには衣笠。あとデッドボールか。これもデッドボール。1イニング3デッドボールというのもちょっと珍しい。体を回して逃げようとする衣笠、しかしボールは倒れ。でからも電話かかってきました。監督ね、明日は無理かもしれないぞということで電話をもらったんですね。しかしね、先生ね、とにかくグラウンドに来れるようだけはにだけはしてほしいと。連続出場どころか無理をすれば選手生命にも響く怪我です。しかしなんと翌日、衣笠はグラウンドに姿を見せました。朝起きて奇跡的に痛みが引いていたのです。バッター大野に代わりまして、代打でバッターボックスに立った衣笠はいつものように自分のスタンスを見極めてテイクバックを取ります。これはとにかく振ってくれるかどうかですよ。もう振ってくれればいいと思いましたよ、はい、ストライク3。結果は3球三振。しかし見逃しのボールは一球もない力いっぱいのスイングでした。精進を重ねた気力と体力は30代半ばを過ぎても衰えることはありませんでした。その証拠に昭和58年通算2000本安打を達成、念願の名球会入りを果たします。年間打率3割を超えたのも37歳の時でした。似合わないから返せたんで返さない。それから3年後、衣笠は引退を決意します。バッティングではなく守備で納得のいくプレーができなくなったという理由でした。シーズン最終戦が衣笠の現役最後の試合となりました。この日衣笠は渾身のフルスイングで504本目のホームランを放ち、長い間のファンの声援に応えました。平成8年、衣笠は野球殿堂入りを果たします。しかし衣笠にとっては引退するまでフルスイングを続けられたことが
何よりの勲章なのです。